嬢様の仰せのまま。花火見に？
あら。あ。それにあのタレ、えへへ、えへへ、あ、うん、おい、うん、あ、おい、こ、花火に遅れないためにも手早く済ませましょう。え、一緒に？お、って言うんだい。まったくこの子は。それを言ったらおしまいだ。監督してやってくれ。はい。お前たち何用だ。それに祭りの期間中は妖魔の侵入に対してより一層警戒を強める必要があり、それゆえ我もいつものように見回りを行っている。お前たちも暴落に興じるときは用心すればいい。危険にあったときはならいい。う、言えなくなった。ショウは相変わらずだな。今年は花火見るのかな。ええ、そうね。これで仙人への訪問も全て終わったわ。総務士への報告を頼んだわ。すぐに総務士が人員を招集し私を見て止まるということは少しは物分かりがいいよね。もう一度言うわ。武器を捨てて両手を上げなさい。まさかこんな人里離れたところで幽閉に出くわすとは。花火が打ち上がってしまって。コクコクス。ん？おや。おう。よく知ってるぜ。あら？そろそろね、旅人。今年の怪盗祭の目玉、花火大会を楽しんでちょうだい。
面倒な女め。ただちょっと狭いから琴をちゃんと持てないぜ。信縁、あんたのこと私に当たってるんだが。おっと、ごめん、すぐどけるから。ん？なんで琴の下に歯がついてるんだ。もちろん御神用さ、火も吹けるんだぜ。まあ今は祭りだから披露はやめておくけど、ほらこういう言葉があるだろ。一万回起きることは怖くないが、万が一のことは怖いって。あんたたちの船を燃やしたら大変だからな。そのこと、使い道がたくさんあるんだな。あれ、北斗の姉子北斗の姉子姉子の冗談は面白いですねん物分かりがいいじゃないか。私たちは引き続き回収をしよう。て逃げ道はあります。ミュージックスタート言ってるぜ。たまや無我の境地。ひゅっはっふっふっふっせっ立ってさばきの雷火力全開。はじけろ。うえおかえりなさい。切りました。全部とかボンボン爆弾痛いよ。弾けろボンボン爆弾。へいへい。やだ、みんな頑張ってね。はっ、隠居やで。無我の境地。やったはっ。
さばきのイカズ。ふっ、えい、ほっ、ふっ、ふっと。よっ、ほっと。えい。準備できたかな？見切りました。いってるで。さあ、とりゃ。やっ、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 元気出せよ。はじけろ。よっ。さばきの雷。ふっ。やっ。逃げ道はありません。ミュージック花火見に。木の雷。
ちはありません。さあ、ここより弱滅の時。すなわち永遠なり。による獣域ハウンドの討伐は無我の境地へ。あれ、おお、あれ、ん？将軍様。将軍様は実は話の通じるお方なんだぜ。うー、俺、うわ、お、うわ、あ、うわ、ういあ、私はあなたの過去であり、永久不変の貴族であり、永遠の守護者ならば、私は市民に夢を与えし、ライデン・エイ。彼女たちがこの空間に戻ってきた時、まるで運命に導かれた必然のように感じました。ではこの決戦をもって、私たちの500年以上にわたる宿命に終止符を打ちましょう。決戦？まさか。旅人さん、下がっていてください。私にとっては次の始まりとなります。私有を決するに必要な時は、王国の繁栄と滅亡を見届けられる。私有を決するに使わぬ水地から大海を覆し、天を滅ぼすほどのもの。私有を決するにも心を染め、無双を転覆してしまう。しかしあなたは今なお存在し、私は永遠に存在し、ここまでです。あなたの勝ちを認めます。おい、この先稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょう。です。何時よ、当人の前でふざけたデマを言うでない。この世にはそう軽々しく何度も口にしてはならぬ言葉がある。わらわを裏切ることがどんな代価を払うことになるのか、そんなもの知りたくはないじゃろ。わらわの言ったあれは、何時とわらわだけの秘密じゃ。よいな。何の話をしているのですか？何でもない。油揚げが食べたくなっただけじゃ。
を持って葬り去りましょう。戻れ。滑稽です。下がりなさい。この目で属性を見届けましょう。みんなを守るから。万雷を持って葬り去りましょう。みんな頑張ってね。雷光は永遠の土を照らす。やった。再生ルテン遅い。ついていきます。この身こそ永遠なり。お触り禁止。空接の宿分断絶。ついていきます。よっ、大丈夫です。ついていきます。
君のためにねえ、熱々でしょ。ライミュージックスタート。痛い。まるで影のよっほっとはっほっとはっ主婦の方へほっとバーバラ行くよ。料理の時間だ。ライメン、あれミスした。この世はまるで影。痛い。準備できたかな。次の仕事はよっ、お触り禁止。この身こそ永遠なり。数え切れないほどの